州南部、ピール地域に位置する。また、グレータートロントの一部を形成している。2016年の人口は59万3638人で、地域人口としてはカナダで9番目の規模で、トロント都市圏の衛生都市の中では、ミシサガに次いで人口が多い。2031年には70万人まで増えると予想されるほど、急速に発展を遂げているエリアの一つ。 そして、人口の半数近くをインド系が占める都市でもある。カナダを代表する大企業が多数進出しており、また温室栽培が盛んで、デール、エスフラワーズなどの会社が国際ローズコンテストで数々の賞を受賞していることから、フラワータウンとも呼ばれる。都市の名は、イングランドの北西部カンブリア州に位置する小さな町、ブランプトンに由来する。東にボーン。 西にハルトンヒルズ、北にカレドン、南にミシサガと接している。2016年国勢調査による人種別構成は73.3%が有色人種となっており、白人は26%に過ぎない。民族別ではインドやパキスタン等の南アジア系が44.3%と大半を占めており、 黒人の割合も13.9%とカナダの都市の中ではトロント近郊のエイジャックスと並び最も高くなっており特にジャマイカ系が多くなっている一方トロントに多い中国系は少なくわずか1.5%に過ぎない人口の10%以上が無宗教ブランプトン市の急速な発展とともに南アジア系の移民の増加により パンジャーブ州の宿教との割合が突出している。パンジャーブゴア社は全人口の2割近くの17.51%を占めている。2016ブランプトン、シティ、センサスサブディビジョン、オンタリオピール、リージョナルミュニシパリティ、センサスディビジョン、オンタリオ。2020年4月15日閲覧。ありがとうございます。